52番平成15年物件変動の問題ですねでは早速やってみましょうはい、えー、正解詞に関しましてはこれは×という、ね、ことになります もともとこの A さん、このコーチをね所有していたわけですね。で、まあ、そこに E さんがまあ定当権を設定しました。まあ、ですからね、この A さんは E さんからお金を借りたんでしょう。その担保の目的としてね、この E さんがこのコーチに定当権を設定しています。で、その状態でこの A がね、B に高土地を売ったといったようなね状況になっているわけですね。で、解説見ていただきますけども、今回のこの B さん、この本市の B さんを第三取得者 とい,うとでいわゆる抵等権のついた所有権を取得したことになると。 ということなんですねつまり、抵等権、今、まあ、E さんの抵、ね、等権が設定されたままの状態で、B さんは A さんからこの高土地を買ったということになってくるわけです。このような場合ね、いわゆる所有権を取得したのは、これは B さんなんですけども、いわゆるこの権利部、この不動産登記法でいうところの権利部の工区というところで、この所有権が移るわけですね。で逆に、この E さんが持っている抵等権というのは、同じく不動産登記でいうと、権利部のを作 というところでね。あのいわゆる別の部分で登記されているということになってくるわけです。まあ、ですから、言ってしまえばね。これ併存することができるんですよね。まあ、だからこの解説にもあります。通り、抵当権がついた不動産を買ったということになってくるわけですね。だから、この場合、あのまあ、どちらがね。先に登記をしたのかと。 ということでこでれは優劣が決まるるとということになってくるわけです、えー、まあ問題文にもねあります通りもともと E さんがね定当権を設定していました、まあ、その後に B さんが所有権の移転登記をしていますので、まあ、当然ねこれは E は B に対してね高知に定当権を設定したことを主張することができないとありますけれども当然これは誤りでもともとね、えー、E さんは登記をしていたわけですから B に対しての定当権 ね底道筋を設定したという主張はすることはできるということになるわけですね。では以上です。